この話は、伊藤って知ってる？の関連話としてネットに上がっている話です。伊藤を知らない方は、先に伊藤を知ってきてからこちらの動画に戻ってきてください。同じ大学の、ちょっと不思議なこの話。Y ちゃん、普通に可愛い感じの子なんだけど、その子が知らないところで。Y ちゃんって〇〇なんだって。って何の関係もない情報を流す人がいる。あんまりにも頻繁に起こるんで、仲間内ではその現象に、第二の Y ちゃんって名前をつけた、わら。悪口とかなら、Y ちゃんに悪意のある人が噂を流してるのかもって思うんだけど、全然意味のない話題が多いんだよね。その1、ゼミの先生から不意に、Y さん埼玉方面だから、〇〇さんと合流して、みたいな指示を出されて、え？私の家千葉ですけど？みたいな。ゼミの子の誰かが、Y さんの家は埼玉だって言ってたんだけど、実家が〇〇駅、埼玉って話も、別の人がしてた気が。え、それ誰ですか？誰だったっけなぁ、思い出せない。その2、女子で集まって、みんなで少しずつお金を出し合って、何種類もホールケーキを買ってきて食べる、ケーキの会ってのを企画したんだけど、ケーキ買ってきてさあ食べるぞ。って時に、Y ちゃんだけいないんだよね。あれ、Y ちゃんどっか行った？ Y ちゃん、最初は食べたいと思ったけど気が変わったって、帰っちゃったよ。Y ちゃん、わら、相変わらずだな、わら。もともとちょっと気分屋なところがある子だし、小食だったからありえる、とみんなで納得した。ケーキを全部食べ終えた頃、Y ちゃん登場。私の分は？あれ？帰ったんじゃなかったの？帰ってないよ。ケーキ選ぶのも参加したのに帰るわけないじゃん。誰が帰ったとか言ったの？私のケーキ。誰だっけ？みんな誰が言ったか思い出せない。大人数ではあったけど、お金出し合ったりしたから頭数は把握してたのに。みんなの記憶は全部同じで。Y ちゃんと親しい誰かが部屋のあっちの方で、最初は伸び気だったけど気が変わって、帰っちゃった。という趣旨のことを言う。みんなも、ハテナちゃんが言うならそっかーと納得しちゃう。ハテナちゃんは、ケーキの会の言い出しっぺや、Y ちゃんとも親しい人だった。あんまり話したことないけど、ノリで参加した人の類ではない。でも誰だったか思い出せない。1時間も経ってないのにね。Y ちゃんの話で共通してるのは、誰か別の人も言ってた。とか、普段曖昧なことを言わないような人から、確かに聞いた。とか、何かと裏付けされて記憶に残ってること。Y ちゃんのお兄さんっていくつ？私一人っ子ですけど。え、でも確かにお兄さんとのこういうエピソードも聞いたし、一人じゃなくてみんなで話してて、Y ちゃんのお兄さんってこうなんだよね、って話が通じてたと思ったんだけど。でも、みんなそれを誰が言ってたのか思い出せない。ケーキの件は食べられなくて Y ちゃんかなり落ち込んでたけど、他はほんと他愛もない話ばっかなんだよね。Y ちゃんは、カバンがぐっしょり濡れてて、中のペットボトル漏れた？慌てて開けてみたけど漏れた跡はない。水はどこから？みたいなこともある人で、話題にこと書かない。ここからは当時のスレミンたちと一緒に聞いていきましょう。で、Y ちゃんはみんなが何種類ものケーキを食べ終えるような長い時間、一体どこへ行ってたんだって？実は Y ちゃんなんて存在しないんだろ。大学祭の準備期間だったので、学科の用事とか模擬店掛け持ちとかで人の出入りは激しかった。でも、Y ちゃんは確かにいない時間が長かった、かな。ちなみにケーキはアイスケーキなので、学校の冷凍庫から出して、分けて、食べきるまではすごく急いだ。一人当たりの量も少なかったから、分けたら、あっという間だった。やめてください、わら。でも、実際本人は時々、このことで深刻な顔してるなぁ。誰か一人をいない人にして、帳尻を合わせないと災いが起きるよ。気をつけて、もう始まってるかもしれない。もしかして138センチの女の子？シャレコアに似たような話があった気がする。
自分は会ったことない奴が自分のことをよく知ってて、友人たちはそいつから自分のことをいろいろ聞かされるって話。記憶が曖昧なんだが、それはシャレコアじゃなくてこのスレにあった話だった気がする。違ってたらすまん。友人たちにとっては実在の人物なのに、語り手の記憶にはないし、その前に姿を現すこともないという、怖くて嫌な話だったよな。角田次郎の漫画に似たようなのがあったな。全員知っている顔なのに、一人多いっていうやつ。結局は、一人の子がもともとは双子だったけど、一人が生まれてこれなくて、ということだった。いわゆるミッシングツイン。でも、実はミッシングツインってすごく多いんだってね。何回ミシンなので気になって、災いが起きるってどういうことですか？いないはずのハテナちゃんの分、バランスが崩れる的な意味ですか？この話へのレスかどうかわからないけど、Y ちゃんはそんなにちっちゃくないっす。ケーキの件はハブってるみたいにも見えるんだけど、Y ちゃんはそういうタイプじゃないというか、オタクの仲間内の中ではリア充な方だし、かといって嫉妬される感じでもなく。なのでケーキの話の時は、Y ちゃんだけ食べられなくて、ごめん。マジごめんって空気になった。みんなサークルとか学科の用事でいたりいなかったりで、夕方になって人数増えてきたから。そろそろ食べよっか、みんないる？Aちゃんはマルジに来るって。Yちゃんは？帰ったよー。みたいな感じで、その場にいなかったのも、別に反感持たれる理由じゃなく、似たような話あるならすごい気になります。探してみます。Y ちゃんとは毎日会うわけじゃないから、一週間じゃ短いかもだけど、注意して見てみます。どうもです。結局ハテナちゃんとは誰なのか？スレミンたちも考察する伊藤なのか？その後一致も戻ってくることなく、謎は深まるばかりです。